世界怪談名作集、菓子屋、リットン、岡本喜道役。私の友達、著述家で哲学者である男がある日、冗談と真面目と半分交じりな調子で私に話した。我々は最近思いもつかないことに出会ったよ。ロンドンの真ん中に化け物屋敷を見つけたぜ。本当か？何が出る？幽霊か？さあ、確かな返事はできないが、僕の知っているのはまずこれだけのことだ。6週間以前に家内と僕とが二人連れで家具付きのアパートメントを探しに出て、ある閑静な町を通ると、窓に家具付き鹿島という札が貼ってある家を見つけたのだ。場所も我々に適当であると思ったので、入ってみると部屋も気に入った。そこでまず1週間の約束で借りる約束をしたのだが、3日目に立ち退いてしまった。誰がどう言ったって家内はもうその家にいるのは嫌だという。それも無理はないのだ。君は何か見たのか？別にいろいろの不思議を見たり聞いたりしたわけでもないのだが、家具のないある部屋の前を通ると、何とも説明することのできない一種の正気に打たれるのだ。ただしその部屋で何も見えたのではなし、聞こえたのでもないが、そこで僕は4日目の朝、その家の番をしている女を呼んで、あの部屋は何分我々に適当しないから、約束の1週間の終わるまでここにいることはできないと言い聞かせると、女は平気でこう言うのだ。私はその訳を知っています。それでもあなた方は他の人たちよりも長くいた方です。二晩辛抱する人さえ少ないくらいで、二晩泊まっていたのはあなた方が初めてです。それもおそらくあの連中があなた方に好意を持ったせいでしょう。なんだかおかしな返事だから、僕は笑いながら、あの連中とは何だと聞いてみると、女はまたこう言うのだ。なんだか知りませんが、ここのうちに取り付いているものです。私は遠い昔からあの連中を知っています。その頃私は奉公人ではなしに、ここの家に住んでいたことがあるのです。あの連中はいずれ私を殺すだろうと思っていますが、そんなことは構いません。私はこの通りの年寄りですから、どの道やがて死ぬ体です。死ねばあの連中と一緒になって、やはりこの家に住んでいることができるのです。いや、どうも驚いたね。女はそんなことを実に恐ろしいほど平気で話しているのだ。僕は薄気味が悪くなって、もう何も話す元気がなくなったので、早々に立ち去ってしまった。もちろん約束通りに1週間分の真鯛を払ってきたが、そのくらいのことで逃げ出せれば安いものさ。不思議だね、と私は言った。そう聞くと、僕はぜひその化け物屋敷に寝てみたいよ。君が不名誉の退却をしたというその家の在処を後生だから教えてくれないか。友達はその在処を教えてくれた。彼に別れた後、私はまっすぐにかの化け物屋敷だという家へ訪ねていくと、その家はオックスフォードストリートの北側で、陰気ではあるが柳の悪くない抜け道にあったが、家は全く閉め切って、窓に鹿島の札も見えない。戸を叩いても返事がない。仕方がなしに引っ返そうとすると、隣の空き地にビールの配達が白い金属の缶を集めていて、私の方を見返りながら声をかけた。あなたはそこの家で誰かをお尋ねなさるんですか？むむ、菓子屋があるということを聞いたので。菓子屋ですか？そこは J さんが雇いばあさんに1週間1ポンドずつやって窓の開けたてをさせていたんですがね。もう行けませんよ。行けない？なぜだね。その家は何かにたたられているんですよ。雇いばあさんは目を大きく開いたままで寝床の中に死んでいたんです。世間の評判じゃ化け物に締め殺されたんだと言いますが。そのじいさんというのはこの家の持ち主かね。そうです。どこに住んでいるね。じい町です、と配達はその番地をも教えてくれた。私は彼にいくらかの心づけをやって、それから教えられたところへ訪ねていくと、主人のジェイ氏は都合よく在宅であった。ジェイ氏はもう初老を過ぎた人で、リチに富んでいるらしい風貌と人付きのするような態度を備えていた。
正直に自分の生命と職業とを明かした上で、私はかの鹿島の家に何かのたたりがあるらしく思われるということを話した。そうして私はぜひその家を探検してみたいから、一晩でもいいからどうぞ貸してくれまいか。それを承知してくれればお望み通りの金を払うと言った。ジェイ氏はそれに対して非常に丁寧に答えた。よろしゅうございます。あなたの御用の済むまでお貸し申しましょう。家賃などはどうでも構いません。あのばあさんは宿なしの貧乏人で養育院にいたのを私が引き取ってきたのです。あのばあさんは子供の時に私の家族のある者と知り合いであったと言いますし、またその以前は都合がよくって、私の叔父からあの家を借りて住んでいたこともあるというので、それらの関係から私が引き取って万人に雇っておいたのですが、かわいそうに3週間前に死んでしまいました。あのばあさんは高等の教育もあり、気性もしっかりした女で、私が今まで連れてきた万人のうちで無事にあの家に踏みとどまっていたのはあの女ばかりでした。それが今度死んで、しかも突然に死んだものですから、検視が来るなどという騒ぎになって、近所でもいろいろの嫌な噂を立てます。したがってその代わりの万人を見つけるのも困難ですし、もちろん借り手もあるまいと思いますから、今後1年間はその人が全ての税金さえ納めてくれればいいという約束で、ただで誰にでも貸そうと考えているのです。一体いつ頃からそんな評判が立つようになったのです。それは確かには申されませんが、もうよほど以前からのことです。ただいまお話し申したばあさんが借りていた時、すなわち30年前から40年前の間だそうですが、すでにその頃から怪しいことがあったといいます。私が覚えてからでもあの家に3日と続けて住んでいた人はありません。その階段はいろいろですから、いちいちにそのお話をすることはできませんし、またそのお話をしてあなたに何かの予覚を与えるよりも、あなた自身があの家へ入り込んで直接にご判断なさる方がよろしかろうと思います。ただ何かしら見えるかもしれない、聞こえるかもしれないというお覚悟で、あなたがご随意に警戒をなさればよろしいのです。あなたはあの家に一夜を明かそうというような好奇心をお持ちになったことはありませんか。一夜を明かしたことはありませんが、真っ昼間に3時間ほどたった一人であの家の中にいたことがあります。私の好奇心は満足されませんでしたが、その好奇心も消滅して再び経験を新たにする気も出なくなりました。と申したら、なぜ十分に探求しないかとおっしゃるかもしれませんが、それにはまた訳があるのです。そこであなたもこの一件について非常に興味を持ち、またあなたの神経が非常に強いというのであれば格別、さもなければあの家で一夜を明かすということは、まあお考えになった方がよろしくはないかと思います。いや、私は非常の興味を持っているのです、と私は言った。臆病者はともかくも、私の神経はいかなる危険にも慣れています。化け物屋敷でも驚きません。ジェイ氏も深くは言わないで、ヨーダンスから鍵を取り出して私に渡してくれた。その服装のない態度に私は中心から感謝し、また私の希望に対して紳士的の許可を与えてくれたことをも感謝して、私は自分の望むものを手に入れることになった。そうすると気がせくので、私はひとまず我が家へ戻るや否や、日頃自分が信用している F という雇い人を呼んだ。彼は年も若いし快活で、物を恐れぬ性質で、私の知っている中では最も迷信的な偏見などを持っていない人間であった。おい、お前も覚えているだろう、と私は言った。ドイツにいる時に古い城の中へ首のない化け物が出るというので、その幽霊を見つけに行ったところが、何事もないので失望したことがある。ところが今度はお望み通り、ロンドンの市中で確かに化け物の出る家のあることを聞いたのだ。俺は今夜そこへ泊まりに行くつもりだ。俺の聞いたところによると、そこの家には確かに何かが見えるか聞こえるかするのだ。その何かがすこぶる恐ろしいものらしい。そこでお前が一緒に行ってくれれば、何事が起こっても非常に気丈夫だと思うのだが、どうだろう。よろしい旦那、私をお連れください、と彼は歯をむき出して愉快そうに笑った。ではここにその家の鍵がある。これがその所在地だ。これを持ってすぐに行って、お前のいいと思う部屋へ俺の寝床を用意しておいてくれ。それから幾週間も空き家になっていたのだから、
ストーブの火をよく起こしてくれ、寝床へも空気を入れるようにしてくれ、もちろんそこにろうそくや焚き物があるかどうだか見てくれ、俺のピストルと合口も持って行ってくれ、俺の武器はそれでたくさんだ、お前も同じように武装していけ、たとえ1ダースの幽霊が出てきたからといってそれと勝負をすることができないようでは英国人の面汚しだぞ。しかし私は非常に差し迫った仕事を抱えているので、その日の残りの時間はもっぱらその仕事に費やさなければならなかった。私は自分の名誉をかけたる今夜の冒険についてあまり多く考える暇を持たないほどに忙しく働いた。私は甚だ遅くなってからただ一人で夕飯を食った。食う間に何か読むのが私の習慣であるので、私はマコーレーの論文の一冊を取り出した。そうして今夜はこの書物を携えていこうと思った。マコーレーの作はその文章も健全であり、その主題も実生活に触れているので、今夜のような場合には迷信的空間に対する一種の解毒剤の役を務めるであろうと考えたからである。午後9時半ごろにかの書物をポケットへ押し込んで、私は化け物屋敷の方へブラブラと歩いていった。私は他に一匹の犬を連れていた。それは敏捷で大胆で勇猛なるブルテリア種の犬で、ネズミを探すために薄気味の悪い道の隅や暗い小道などを夜歩きするのが大好きであった。彼は幽霊狩りなどには最も適当の犬であった。時は夏であったが、身に染むように冷え冷えする夜で、空はやや暗く曇っていた。それでも月は出ているのである。たとえその光が弱く曇っていても、やはり月にはそういないのであるから、夜半を過ぎて雲が散れば明るくなるであろうと思われた。かの家に行き着いて戸を叩くと、私の雇い人は愉快らしい微笑みを含んで主人を迎えた。支度は万事できています、すこぶる上等です。それを聞いて私はむしろ失望した。何か注意すべきようなことを見も聞きもしなかったか。なんだか変な音を聞きましたよ。どんなことだ、どんなことだ。私の後ろをパタパタ通るような足音を聞きました。それから私の耳のそばで何かささやくような声が一度か二度、その他には何事もありませんでした。怖くなかったか、ちっとも。こういう彼の大胆な顔を見て、何事が起こっても彼は私を見捨てて逃げるような男ではないということがいよいよ確かめられた。私たちは広間へ通った。往来に向かった窓は閉まっている。私の注意は今やかの犬の方へ向けられたのである。犬も初めのうちは非常に威勢よく駆け回っていたが、やがてドアの方へ尻込みしてしきりに外へ出ようとして引っかいたり泣くような声をしてうなったりしているので、私は静かにその頭を叩いたりして勇気をつけてやると、犬もようよう落ち着いたらしく私と F の後についてきたが、いつもは見知らない場所へ来ると真っ先に立って駆け出すにもかかわらず、今夜は私の靴のかかとにこすりついてくるのであった。私たちはまず地下室や台所を見回った。そして穴蔵に 2,3 本のブドウ酒の瓶が転がっているのを見つけた。その瓶には蜘蛛の巣が一面にかかっていて、多年そのままにしてあったことが明らかに察せられると同時に、ここに住む幽霊が酒好きでないことも確かに分かったが、その他には別に私たちの興味を引くようなものも発見されなかった。外には薄暗い小さな裏庭があって、高い塀に囲まれている。この庭の敷石はひどく湿っているので、その湿気と埃と梅煙とのために、私たちが歩くたびに薄い足跡が残った。私は今や初めてこの不思議なる借家において第一の不思議を見たのである。私はあたかも自分の前に一つの足跡を見つけたので急に立ち止まって F に指さして注意した。一つの足跡がまたたちまち二つになったのを私たち二人は同時に見た。二人は慌ててその場所を検査すると、私の方へ向かってきたその足跡はすこぶる小さく、それは子供の足であった。その印象はすこぶる薄いもので、その形を明らかに判断するのは困難であったが、それが裸足の跡であるということは私たちにも認められた。この現象は私たちが向こうの塀に行き着いた時に消えてしまって、帰る時にはそれを繰り返すようなこともなかった。
階段を上って1階へ出ると、そこには食堂と小さい控え室がある。またその後ろにはさらに小さい部屋がある。この第三の部屋は下男の居間であったらしい。それから座敷へ通ると、ここは新しくてきれいであった。そこへ入って、私は肘掛け椅子に寄ると、F はろうそく立てをテーブルの上に置いた。私にドアを閉めろと言いつけられて、彼が振り向いていった時に、私の正面にある一脚の椅子が急速に、しかも何の音もせずに壁の方から動き出して、私の方から1ヤードほどのところへ来て、にわかに向きを変えて止まった。ははあ、これはテーブル回しよりも面白いな、と私は半分笑いながら言った。そうして私が本当に笑い出した時に、私の犬はその頭を後へ引いて吠えた。F はドアを閉めて戻ってきたが、椅子の一件には気がつかないらしく、吠える犬をしきりに沈めていた。私はいつまでもかの椅子を見つめていると、そこに青白いもやのようなものが現れた。その輪郭は人間の形のようであるが、私は自分の目を疑うほどに極めて朦朧たるものであった。犬はもうおとなしくなっていた。その椅子を片付けてくれ、向こうの壁の方へ戻しておいてくれ、と私は言った。F はその通りにしたが、急に振り向いて言った。あなたですか、そんなことをしたのは。私が何をしたというのだ。でも何かが私をぶちました。肩のところを強くぶちました。ちょうどここのところを。私ではない。しかし俺たちの前には魔術師どもがいるからな。その手妻はまだ見つけ出さないが、あいつらが俺たちを脅かす前に、こっちがあいつらをとっ捕まえてやるぞ。しかし私たちはこの座敷に長居することはできなかった。実際どの部屋も湿っぽくて寒いので、私は2階の火のあるところへ行きたくなったのである。私たちは警戒のために座敷のドアに錠を下ろして出た。今まで見回った下の部屋も皆そうしてきたのであった。F が私のために選んでおいてくれた寝室は2階中では最も良い部屋で、往来に向かって2つの窓を持っている大きい一室であった。規則正しい4脚の寝台が火に向かって据えられて、ストーブの火は美しく盛んに燃えていた。その寝台と窓との間の壁の左寄りにドアがあって、そこから F の居間になっている部屋へ通ずるようになっていた。次にソファーベッドのついている小さい部屋があって、それは階段の上がり場に何の交通もなく、私の寝室に通ずるただ一つのドアがあるだけであった。寝室の火のそばには衣装戸棚が壁と同じ平面に立っていて、それには錠を下ろさずに鈍い飛び色の紙を持って覆われていた。試みにその戸棚を改めたが、そこには女の着物をかける掛け釘があるばかりで、他には何物もなかった。さらに壁を叩いてみたが、それは確かに固形体で、外は建物の壁になっていた。これでまず家中の見聞を終わって、私はしばらく火に温まりながらシガーをくゆらした。この時まで私のそばについていた F は、さらに私の探査を十分ならしめるために出ていくと、上り口の部屋のドアが固く閉まっていた。旦那、と彼は驚いたように言った。私はこのドアに錠を下ろした覚えはないのです。このドアは内から錠を下ろすことはできないようになっているのですから。その言葉のまだ終わらないうちに、そのドアは誰も手を触れないにもかかわらず、また自然に静かに開いたので、私たちはしばらく黙って目を見合わせた。化け物ではない。何か人間の働きがここで発見されるであろうという考えが、同時に二人の胸に浮かんだので、私はまずその部屋へ駆け込むと、F も続いた。そこは家具もない、何の装飾もない小さい部屋で、少しばかりの空き箱と籠の類が片隅に転がっているばかりであった。小さい窓の鎧戸は閉じられて、火を焚くところもなく、私たちが今入ってきた入り口のほかにはドアもなかった。床には敷物もなく、その床も非常に古く蝕まれて、そこにもここにも手入れをした継ぎ木の跡が白く見えた。しかもそこに生きているらしいものは何にも見えないばかりか、生きているものの隠れているような場所も見出されなかった。私たちが突っ立ってそこらを見回しているうちに、一旦開いたドアはまた静かに閉まった。二人はここに閉じ込められてしまったのである。
私はここに初めて一種の言い知れない恐怖の気出してくるのを覚えたが、 F はそうではなかった。我々を罠にかけようなどとはダメなことです。こんな薄っぺらなドアなどは私の足で一度蹴ればすぐに壊れます。お前の手で開くかどうだかまず試してみろと、私も勇気を奮い起こしていった。その間に俺は鎧戸を開けて外に何があるか見届けるから。私は鎧戸の勘抜きを外すと、窓は前に行った裏庭に向かっているが、そこには張り出しも何もないので、切った手になっている壁を降りるよすがもなく、庭の敷石の上へ落ちるまでの間に足がかりとするようなものは見当たらなかった。 F はしばらくドアを開けようと試みていたが、それがどうにもならないので私の方へ振り向いて、もうこの上は暴力を用いてもいいかと聞いた。彼が迷信的の恐怖に打ち勝って、こういう非常の場合にも沈着で快活であることは実にあっぱれとも言うべきで、私はいろいろの意味においていい味方に連れてきたことを祝さなければならなかった。そこで私は喜んで彼の申し出を許可したが、いかに彼が勇者であってもその力は弱いものと見えて、どんなに蹴ってもドアはびくともしなかった。彼はしまいには息が切れて蹴ることを諦めたので、私が立ち代わって向かったが、やはり何の功もなかった。それをやめると再び一種の恐怖が私の胸に刻してきたが、今度はそれが以前よりもゾッとするような根強いものであった。その時私はささくれ立った床の裂け目から、なんだか奇怪なものすごいような煙が立ち上ってきて、人間には有害でありそうな毒気が次第に充満するのを見たかと思うと、ドアはさながら我が意志を持って働くようにまたもや静かに開いたので、監禁を許された二人は早々に階段の上がり場へ逃げ出した。一つの大きい青ざめた光、人間の形ぐらいの大きさであるが、形もなくてただふわふわしているのである。それが私たちの方へ動いてきて、上がり場から屋根裏の部屋へ続いている階段を登っていくので、私はその光を追っていった。 F も続いた。光は階段の右にある小さい部屋に入ったが、その入り口のドアは開いていたので、私もすぐ後から入ると、その光は渦巻いて小さい玉になって非常に明るく、あたかも生けるがごとくに輝いて、部屋の隅にある寝台の上にとどまっていたが、やがて震えるように消えてしまったので、私たちはすぐにその寝台を改めると、それは奉公人などの住む屋根裏の部屋には珍しくない反転外の寝台であった。寝台のそばに立っている引き出し戸棚の上には絹の古いハンカチーフがあって、そのほころびを縫いかけの針が残っていた。ハンカチーフはほこりだらけになっていたが、それはおそらく先日ここで死んだというばあさんのもので、ばあさんはここを自分の寝床にしていたのであろう。私は多大の好奇心を持って引き出しをいちいち開けてみると、その中には女の着物の切れっ端と2通の手紙があって、手紙には色の冷めた細い黄色いリボンを巻きつけて結んであった。私は勝手にその手紙を取り上げて自分のものにしたが、他には何も注意を引くようなものは発見されなかった。かの光は再び現れなかったが、二人が引っ返してここを出るときに、ちょうど私たちの前に当たって床をパタパタと踏んでいくような足音が聞こえた。私たちはそれから都合4間の部屋を通り抜けてみたが、かの足音はいつも二人の先に立ってゆく。しかもその形は何も見えないで、ただその足音が聞こえるばかりであった。私はかの2通の手紙を手に持っていたが、あたかも階段を降りようとするときに、何者かが私の肘を捕らえたのを明らかに感じた。そうして私の手から手紙を取ろうとするらしいのを軽く感じたが、私はしっかりと掴んで離さなかったので、それはそのままになってしまった。二人は私のために設けられている以前の寝室に戻ったが、ここで私は自分の犬が私たちの後についてこなかったことに気がついた。犬は火のそばにすりついて震えているのであった。私はすぐにかの手紙を読み始めると、F は私が命令した通りの武器を入れてきた小さい箱を開けて、ピストルと合口を取り出して、私の寝台の頭の方に近いテーブルの上に置いた。そうしてかの犬をいたわるように撫でていたが、
犬は一向にその相手にならないようであった。手紙は短いもので、その日付によるとあたかも35年前のものであった。それは明らかに上人がその上夫に送ったものか、あるいは夫が若い妻に宛てたものとみられた。文書の調子ばかりでなく、以前の旅行のことなどが書かれてあるのを参照してみると、この手紙の書き手は船乗りであって、その文字の綴り方や書き方を見ると、彼はあまり教育のある人物とは思われなかったが、しかも言葉そのものには力がこもっていて、荒っぽい強烈な愛情が満ちていた。しかしそのうちのそこここに何らかの暗い不可解の点があって、それは愛情の問題ではなく、ある犯罪の秘密を暗示しているように思われた。すなわちその一節にこんなことが書いてあったのを私は記憶していた。すべてのことが発覚して、すべての人が我々を罵り憎んでも、互いの心は変わらないはずだ。決して他人をお前と同じ部屋に寝かしてはならないぞ。夜中にお前がどんな寝言を言わないとも限らない。どんなことがあっても我々の破滅にはならない。死ぬ時が来れば格別、それまでは何にも恐れることはない。それらの文句の下に、それよりも上手な女文字で、その通りに、と書き入れてあった。そうして最後の日付の手紙の終わりには、やはり同じ女文字で、6月4日、海に死す、その同じ日に、と書き入れてあった。私は2通の手紙を下に置いて、それらの内容について考え始めた。そういうことを考えるのは、神経を不安定にするものだとは思いながら、私は今夜これからいかなる不思議に出会おうとも、それに対抗するだけの決心は十分に固めていた。私は立ち上がって、かの手紙をテーブルの上に置いて、まだ盛んに輝いている火を書き起こして、それに向かってマコーレの論文集を開いて、11時半ごろまで読んだ。それから着物のままで寝台へ登って、F にも自分の部屋へ下がってもよいと言い聞かせた。ただし今夜は起きていろ。そうして私の部屋との間のドアを開けておけと命じた。それから私は一人になって、寝台の枕元のテーブルに2本のろうそくを灯した。2つの武器のそばに懐中時計を置いて、再びマコーレを読み始めると、私の前の火は明るく燃えて、犬は炉の前の敷物の上に眠っているらしく寝転んでいた。20分ほど過ぎた頃に、すきもる風が不意に吹き込んできたように、ひどく冷たい空気が私の頬を撫でたので、もし上がり場に通じている右手のドアが開いているのではないかと見返ると、ドアはちゃんと閉まっていた。さらに左手を見返ると、ろうそくの火は風に吹かれたように揺れていた。それと同時にテーブルの上にある時計が静かに、目に見えない手につかみ去られるように消え失せてしまった。私は片手にピストル、片手に合口を持って飛び起きた。時計と同じように、この二つの武器をも奪われてはならないと思ったからである。こうして用心して床の上を見回したが、どこにも時計は見えなかった。この時、枕元で静かに、しかも大きく叩く音が3つ聞こえた。旦那、あなたですか?と次の部屋で F が呼びかけた。いや、俺ではない。お前も用心しろ。犬は今起き上がって体を立てて座った。その耳を左右に早く動かしながら、不思議な目をして私を見つめているのが、私の注意を引いた。犬はやがて静かに身を起こしたが、なおまっすぐに立ったままで、総身の毛を逆立たせながら、やはり荒々しい目をして私をじっと見つめていた。しかも私は犬の方などを詳しく検査している暇はなかった。F がたちまちに、自分の部屋から転げ出してきたのである。人間の顔に現れた恐怖の色というものを私はこの時に見た。もし往来で突然出会ったならば、おそらく自分の雇い人とは認められないであろうと思われるほどに、 F の総合は全く変わっていた。彼は私のそばを足早に通り過ぎながら、あるかないかの低い声で言った。早くお逃げなさい、お逃げなさい。私の後からついてきます。彼は上がり場のドアを押し開けて、むやみに外へ駆け出すので、私は待て待てと呼び戻しながら続いて出ると、F は私を見返りもせずに階段を跳ね降りて、手すりに取り付いて、一度に幾足もバタバタさせながら慌てて逃げ去った。
私は立ち止まって耳を澄ましていると、表の入り口のドアが開いたかと思うと、また閉まる音が聞こえた。頼みの F は逃げてしまって、私は一人でこの化け物屋敷に取り残されたのである。ここに踏みとどまろうか、 F の後を追って出ようかと私もちょっと考えたが、私の自尊心と好奇心とが卑怯に逃げるなと命じたので、私は再び自分の部屋へ引っ返して寝台の上へ警戒しながら近づいた。何分にも不意打ちを食ったので、 F が一体何を恐れたのか私にはよくわからなかったのである。もしやそこに隠し戸でもあるのかと思って、私は再び壁を調べてみたが、もちろんそんな形跡もないばかりか、鈍い褐色の紙には継ぎ目さえも見出されなかった。してみると F を脅かしたものは、それが何者であろうとも私の寝室を通って侵入したのであろうか。私は内部の部屋のドアに錠を下ろして、何か来るかと待ち構えながら炉の前に立っていた。この時私は壁の隅に犬ののめり込んでいるのを見た。犬は無理にそこから逃げ道を見つけようとするように体を壁に押し付けているので、私は近寄って呼んだ。哀れなる動物はひどい恐怖に襲われているらしく、歯をむき出して顎からよだれを垂らして、私がうかつに触ったらばすぐに噛みつきそうな様子で、主人の私をも知らないように見えた。動物園で大蛇に飲まれようとするウサギの震えてすくんだ様子を見たことのある人には誰でも想像ができるに相違ない。私の犬の姿はあたかもそれと同様であった。いろいろになだめてもすかしても無駄であるばかりか、狂水病にでもかかっているようなこの犬に噛みつかれて何かの毒にでも感じてはならないと思ったので、私は彼を打ち捨てて炉のそばのテーブルの上に武器を置いて椅子に腰を下ろして再び魔法令を読み始めた。やがて読んでいる書物のページと明かりとの間へ何か邪魔に入ってきたものがあるらしく、紙の上が薄暗くなったので私は仰いで見回すと、それは何とも説明しがたいものであった。それは甚だ朦朧たる黒い影で、明らかに人間の形であるとも言えないが、それに似たものを探せばやはり人間の形か影かというのほかはないのであった。それが周囲の空気や明かりから離れて立っているのを見ると、その面積はすこぶる大きいもので、頭は天井に届いていた。それをじっと睨んでいると、私は身にしみるような寒さを感じたのである。その寒さというものがまた格別で、たとえ氷山が私の前にあってもこうではあるまい。氷山の寒さの方がもっと物理的であろうと思われた。しかもそれが恐怖のための寒さでないことは私にも分かっていた。私はその奇怪なものを睨み続けていると、自分にも確かには言えないが、二つの目が高いところから私を見下ろしているように思われた。ある一瞬間にはそれがはっきりと見えるようで、次の瞬間にはまた消えてしまうのであるが、ともかくも青いような青白いような二つの光が暗い中からしばしば現れて半信半疑の私を照らしていた。私は口を聞こうと思っても声が出ない。ただこれが怖いか、いや怖くはないと考えるだけであった。努めて立ち上がろうとしても支えがたい力に押しつくめられているようで立つことができない。私は私の意志に反抗して人間の力を圧倒するこの大いなる力を認めないわけにはいかなかった。物理的に言えば海上で暴風雨に出会ったとか、あるいは大火災に出会ったとかいう類である。精神的に言えば何か恐ろしい野獣と戦っているか、あるいは太陽中で不可に出会ったとでも言うべきである。すなわち私の意志に反抗する他の意志があって、その強い程度においては嵐のごとく火のごとく、その実力においてはかの不可のごときものであった。こういう感想がだんだんに高まると何とも言えない恐怖が湧いてきた。それでも私は自尊心勇気ではなくともを保っていて、それは外部から自然に襲ってくる恐ろしさであって、私自身が恐れているのではないと心の内で言っていた。私に直接危害を加えないものを恐れるはずはない。私の理性は妖怪などを承認しないのである。今見るものは一種の幻影に過ぎないと思っていた。一生懸命の力を奮い起こして、私はついに自分の手を伸ばすことができた。
そうしてテーブルの上の武器を取ろうとするとき、突然私の肩と腕に不思議の攻撃を受けて、私の手はぐたりとなってしまった。そればかりでなく、ろうそくの火が消えたというのでもないが、その光は次第に衰えてきた。炉の火も同様で、焚き物の光は吸い取られるように薄れてきて、部屋の中は全く暗くなった。この暗い中で、かの黒いものに威力を振るわれてはたまらない。私の恐怖は絶頂に達して、もうこうなったら気を失うか、怒鳴るかの他はなかった。私は怒鳴った。一種の悲鳴に近いものではあったが、ともかくも怒鳴った。恐れはしないぞ。俺の魂は恐れないぞ。と、こんなことを怒鳴ったように記憶している。それと同時に私は立ち上がった。真っ暗の中を窓の方へ突進してカーテンを引きめくって鎧戸を跳ね開けた。まず第一に外部の光線を入れようと思ったのである。外には月が高く明るくかかっているのを見て、私は今までの恐怖を忘れたように嬉しく感じた。空には月がある。眠った町にはガス灯の明かりがある。私は部屋の方を振り返ってみると、月の影はそこへも差し込んで、その光は甚だ青白く、かつ一部分ではあったが、ともかくもそこらが明るくなっていた。かの黒いものは何であったか知らないが、形はもう消えてしまって、正面の壁にその幽霊かとも見えるような薄い影をとどめているのみであった。私は今テーブルの上に目を配ると、テーブル、それにはクロスもカバーもない、マホガニーの木で作られた丸い古いテーブルであった。の下から一本の手が肘のあたりまでぬうと出てきた。その手は私たちの手のように血や肉の多くない、痩せたシワだらけの小さい手で、おそらく老人、ことに女の手であるらしく思われたが、そろりそろりと伸びてきて、テーブルの上にある2通の手紙に近づいたかと見るうちに、その手も手紙も共に消え失せた。この時さっき聞いたと同じような物を打つ音が大きく3度響いた。その音が静かに止むと、この一室が振動するように感じられて、床の上の底からもここからも光の泡のような火花と火の玉が現れた。それは緑や木や火のごとく赤いのや、空のごとく薄青いのや、いろいろの色をなしているのであった。椅子は誰が動かすともなしに壁際を離れて寝台の正面に直されたかと思うと、女の形がそこに現れた。それは死人のようにものすごいものではあったが、生きているものの形であるらしく明らかに認められた。それは悲しみを含んだ若い美人の顔であった。身には雲のように白いローブ、長い緩やかな着物をまとって、喉から肩のあたりはあらわになっていた。女は肩に垂れかかる長い黄色い髪をすき始めたが、私の方へは目もくれずに耳を傾けるような、注意するような、待つような態度でドアの方を見つめていると、後ろの壁に残っている黒いものの影はまた次第に濃くなって、その頭にある二つの目のようなものが女の姿を伺っているらしくも思われた。ドアは閉まっているのであるが、あたかもそこから入ってきたように他の形が現れた。それも女と同じくはっきりしていて、同じくものすごく見えるような若い男の顔であった。男は全盛期か、またはそれに似たような服を着ていたが、そのひだのついた襟やレースや帯留めの細工を凝らした旧式の美しい服装が、それを着ている死人のような男と不思議の対象をなして、いかにも奇怪に、むしろ恐ろしいようにも見られた。男の形が女に近づくと、壁の黒い影も動き出してきて、この三つがたちまちに暗い中に包まれてしまったが、やがて青白い光が再び照らされると、男と女の二つの幽霊は彼らの間に突っ立っている大きい黒い影につかまれているように見えた。女の胸には血の跡がにじんでいた。男は剣を杖にして、これもその胸のあたりから血が滴っていた。黒い影は彼らを飲んで、いずれも皆そのままに消えてしまうと、以前の火の玉がまた現れて、走ったり転がったりしているうちに、だんだんにそれが濃くなって、さらに激しく入り乱れて動いた。